いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。まず皆様運転席に乗り込んで操作をして気づく便利機能が盛りだくさんありますので、今日はその一部をまた早速操作してご紹介します。まずハンドルの左上にある4方向スイッチのボタンに注目。上下のボタンはメニューの切り替えやページの切り替えを行うことができ、左右いずれかのボタンでページを送ったり表示項目の切り替えが行えるスイッチといえば、マルチインフォメーションディスプレイを見れる4方向スイッチですよね。マルチインフォメーションディスプレイとは何なのかというと、4方向スイッチ上下のボタンで設定マークを選択し、左右いずれかのボタンを押して後方車両接近告知を選択してください。今日はこの安全機能、後方車両接近告知についてたっぷりと詳細を解説していきます。まずこの機能は何なのかというと、リアバンパー内側にある高速砲レーダーセンサーを使用します。運転者に後方車両の接近を知らせ、回避が必要か否かの判断を支援するという機能になっています。走行中に自社の後方から接近してくる車両を検知します。するとマルチインフォメーションディスプレイの表示に後方車両接近というマークが表示されます。ブザー音で車両の存在を運転者に知らせることで後方車両接近の告知を行うことができます。この機能が作動するにはいくつか条件がありますのでご紹介します。まず作動条件1つ目はパワースイッチがオンである状態、2つ目は後方車両接近告知機能がオンである状態、3つ目は車速が約60キロ以上出ている状態で機能が作動します。方向指示レバーを操作せず走行しているという作動条件の他にも、5つ目はシフトポジションが R 以外に設定されている状態で走行する、またはブレーキペダルを踏んでいないという作動条件も挙げられます。最後7つ目は前回この機能が作動してから5分以上が経過しているという条件も含まれます。一方でこの機能が検知しない対象物の例をいくつかご紹介します。まず1つ目は小型のオートバイや自転車、歩行者には反応しません。さらにガードレールや壁、標識、駐車車両といった静止物にもシステムは反応しません。3つ目は対向車です。最後4つ目は隣の車線を走行する他車にもこちらのシステムは検知しません。さらに正しく機能が作動しない恐れがある状況をご紹介します。センサーやセンサー周りが強い衝撃によりセンサーの位置や向きがずれている場合、泥、雪、氷、ステッカーなどセンサーやセンサー周辺のリアバンパーに付着物がある場合、大雨や雪などによる悪天候時に水たまりなど濡れた路面を走行している場合、急勾配の上り下りが連続した坂道や道路のくぼみなどを走行している場合、新型プリウスが何かを牽引している場合にも正しく作動しない恐れがあります。または斜め後方から車両が近づいてくる場合にも後方車接近告知が反応しない場合があります。自社の後方に他車が急に割り込んできた状況も気をつけましょう。他車の前方に自社が割り込んできた場合、後方車両の周辺に他車が存在している場合、または後方車両の周辺にガードレールや壁といった静止物がある状況にも正しく作動しない恐れがあります。後続車が自社に接近した後一度離れ再度接近してきた場合も挙げられます。後続車が自社から離れていく状況も挙げられます。後続車が自社を追い越そうとしている場合、後続車接近告知が正しく作動しない恐れがあります。走行中にきついカーブや連続したカーブ、起伏がある場所を走行している時、後続車の高さが自社と違いがありすぎる時、条件をきちんと理解しておきましょう。後続車接近の可能性は低いですが、告知が作動する恐れがある場合についてまとめています。新型プリウスで何かを牽引している場合、センサー周りへの強い衝撃により位置や向きがずれている時、3つ目の状況は自社の周辺に複数台の他車が存在している時です。続いての状況として、
後方車両が近距離から自車を追い越した時といった状況もあります。自車が右左折をする時に後続車が自車の真後ろを通過した状況、走行する車線の幅が狭い、もしくは車線の端を走行している場合、後方車両の周辺に複数の車両が存在している場合、後続車接近の可能性がなくても車道が告知する恐れがあります。後方車両の周辺にガードレールや壁といった制止物がある場合、カーブ中に隣接車両がいる時、最後は他車の前方に割り込んだ時、以上の状況に気をつけて運転をしていきましょう。続いては実際走行中に後方車両接近告知が表示されましたのでご紹介します。メーターに後方車両接近告知という文字とブザー音で知らせてくれます。自車が一定のスピードで走行中に後方車両が急速に接近をした場合、マルチインフォメーションディスプレイに表示が出ます。では後方車両接近告知を使用するにはどういった準備がいるのでしょうか。運転席に座り、このマルチインフォメーションディスプレイを操作していきたいと思います。ハンドルスイッチ、4方向スイッチのボタンの上下いずれかのボタンをまず押してみてください。このボタンはメニューの切り替えやページの切り替えを行うことができます。また左右いずれかのボタンでページを送ったり表示項目の切り替えを行うことができる機能です。このマルチインフォメーションディスプレイを実際に操作して見ていきたいと思います。4方向スイッチ、上下いずれかのボタンで設定マークを選択し、4方向スイッチ、左右いずれかのボタンで後方車両接近告知を選択、ハンドルスイッチの OK ボタンを押します。接近車両を知らせるタイミングを早い、中間、遅いの3段階から設定ができます。注意点として、この機能はグレード、オプションによって有無が異なりますのでご注意ください。新型プリウス安全機能、後続車両接近告知について使用方法や作動する条件など詳細をくまなく皆様にご紹介し解説しました。接近車両を感知するタイミングを運転者が自ら設定できることは実は私たちも初耳でした。煽り運転については今厳罰化されており、車を運転する上では切っても切り離せない大問題となっていますよね。私たちも日々気をつけなければいけないんですけど、一人一人が向き合うべき問題として挙げられています。新型プリウスに関する安全機能、運転支援についてご紹介しました。今後もたくさん動画出していくので、チャンネル登録がまだの方はお願いします。ぜひまた次回も見に来てください。またお会いしましょう。